こんにちは、そして私のチャンネルへようこそ。ここでは毎日、神の創造の美しさと素晴らしさを探求しています。今回は、ライオンの魅力的な世界に飛び込み、この雄大な生き物から学ぶことのできるスピリチュアルな教訓を探ります。聖書におけるライオンの象徴から、ライオンの狩猟戦術や群れの社会的ダイナミクスまで、この強力な動物について発見することはたくさんあります。ライオンは地球上で最も雄大で畏敬の念を抱かせる生き物の一つです。その印象的な外観から力強い咆哮まで、この大型猫か動物は世界中の人々の想像力をかきたててきました。しかし、クリスチャンである私たちは想像におけるライオンの存在により深い霊的な意味を見出すこともできるのです。このビデオではライオンの驚くべき世界を探求し、私たちの信仰と神との関係について、この壮大な生き物から学ぶことのできる重要な教訓を発見します。ライオンはしばしば力強さ、勇気、リーダーシップに関連しています。聖書ではライオンは権力と権威の象徴として、また神の力と保護を表すものとして使われています。例えばヨハネの黙示録ではイエスをユダ族のライオンと呼んでいます。これは神の主権と万物を征服する能力を思い起こさせる力強く勝利に満ちたイメージです。しかしライオンはクリスチャンに対する警告を表すこともあります。1ペテロ第1の手紙5章8節では、悪魔は吠える獅子と表現され、弱く準備のないものを食い殺そうとします。このことは敵の誘惑や攻撃に対抗するために常に警戒し、信仰に根ざすことの重要性を思い起こさせます。獅子が忍耐と正確さを持って獲物を狙うように、私たちも悪魔の陰謀から心を守るために用心深くなければなりません。またライオンは地域社会や人間関係の大切さも教えてくれます。ライオンはオスとメスが支配するプライドと呼ばれる社会集団で生活しています。このプライドは血縁関係にあるメスとその子供で構成され、狩猟や縄張りの保護、子育てのために協力し合います。このことは家族やコミュニティの大切さ、そして信仰の旅において互いに支え合い励まし合うことの必要性を思い起こさせます。ライオンが互いに助け合って生きているように、私たちもキリストにある兄弟姉妹に力を借り導く必要があるのです。最後にライオンは遊びと喜びの大切さを教えてくれます。ライオンの子供は遊び好きで好奇心旺盛なことで知られていますが、それはイエスが私たちに求めている子供のような心を思い出させてくれます。マタイ18章3節で、イエスは私たちが幼な子のようにならなければ、決して天の御国に入ることはできないと教えています。つまり、私たちは人生の喜びと驚きを受け入れ、遊び心と好奇心を持って信仰に取り組む必要があるのです。今度ライオンを見かけたら、私たちが信仰や神との関係について、この壮大な生き物から学ぶことができる重要な教訓を思い出してみてください。私たちは神の創造物の不思議さと美しさを探求しながら霊的な旅を深め、目的と意味を持って人生を生きるよう鼓舞されましょう。そして神の創造の不思議に関する他のビデオにいいねと購読をすることを忘れないでください。